モンマス公爵、ジェームズ・スコット初代モンマス公爵及び初代バクルー公爵、ジェームズ・スコットはイングランドの貴族、軍人。爵位はマンマスーとも表記される。当時イングランド王大使だったチャールズ2世と愛称ルーシー・ウォルターの子としてオランダのロッテルダムで生まれた。生まれた時は養育した貴族の姓にちなみ、ジェームズ・クロフツという名前が付けられた。 当時チャールズ2世は亡命中のみで、ルーシーからジェームズを引き取ることができなかった。この時期に、チャールズ2世がルーシーと正式に結婚していたと主張する一派から、後年ジェームズは後継者に祭り上げられることになる。母と死に別れ、1663年に14歳のジェームズはイングランドへ渡り父の元に名乗り出た。美男で聡明だったというジェームズに、 チャールズ2世は早速、モンマス公爵、ドンカスター伯爵、タインデールのスコット男爵というイングランド貴族の爵位を与え、自分の子として認知する。なおかつ、資産家として、有名なバクルー伯爵家の女子相続人、第四代、バクルー伯爵アン・スコットとジェームズを結婚させ、二人を、スコットランド貴族のバクルー公爵、ダルギース伯爵、ホイット・チェスターと、 エスクデールのスコット教とした。1665年、叔父のヨーク公爵、ジェームズ指揮下で、第二次英蘭戦争を戦ってから功績を重ね、オランダ侵略戦争にも参戦。1674年には、アルベマール公爵、ジョージ・マンクナキアとの対象軍になるなど軍人として、昇進を重ねていった。また、モンマス公爵はプロテスタントであったためカトリックの、 ヨーク公爵をしのぐ人気があり、次の王位を望む声が多かったが、チャールズ2世は、ガンとして、モンマス公爵を着手とすることを拒否した。数多くの愛称を持ったが、キャサリン・オブ・ブラガンザを、修正王妃として扱ったように、着手と書子を明確に分けたのである。加えて、オランダ時代のルーシーは奔放な女性で、チャールズ2世以外の男性とも関係があった。 モンマス公爵が本当にチャールズ2世との子かどうか疑う声もあったのである。オランダ侵略戦争終結後は、シャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー・クーパーら急進派の保育党等と組んで、ヨーク公爵の多い継承権を剥奪する多い排除法案の成立を図ったり、人気取りのため1679年のスコットランド、反乱鎮圧やイングランド巡行をたびたび行ったりしている。 しかし、こうした行動は、父の不況を解錠679年に一時、オランダへ退去、同年末に帰国したが1683年の、ライハウス陰謀事件で、名前が出たため再び、オランダへ亡命した。オランダでは重廷にあたるオランダ総督ウィレム3世、メアリー夫妻からの艦隊を受けて生活していた。百八十五年に、父が没して、ヨーク公爵が、 ジェームズ2世として即位すると、スコットランド貴族の第9代アーガイル伯爵アーチボルド・キャンベルと共に反乱を起こし、ジェームズ2世の即位阻止に動くが、アーガイル伯爵は6月に捕らえられ処刑。モンマス公爵も7月6日の設置ムーアの戦いで、完敗。自ら出頭したモンマス公爵は7月15日にタワーヒルで、ジャック・ケッチにより、弾頭刑に処された。 モンマス公爵の軽視により、モンマス公爵いと彼のバクルー公爵位は没収された。しかし、夫人アン・スコットが自らの権利として保持していた、バクルー公爵いとバクルー伯爵家が元来持っていた称号の継続が認められたため、アンの死後に孫のフランシス・スコットがバクルー公爵位を継ぎ、現在もこの家系は継続している。ジェームズ二世はおを軽視させるのに忍びず、 彼を死ぬまで監禁させたという説がある。顔が知られないよう鉄の亀を被せ、フランスへ連れて行かれたというものである。夫人アントンの間に以下の子女を設けた。ありがとうございます。